苦しい、苦しいよ。は、なんだ夢か。悪い夢でしたね。難所と思われたハガネイルが、あんなに楽なわけがないですからね。ということで、皆さんこんにちは。今回はパート 3.5 ということで、サイアサちゃん2号の茜戦までを、ダイジェストで流していきたいと思います。それにしても、パート3分の進みが、10分30秒に収まるというのは、なかなか感慨深いですね。ちなみに、なぜ最初からやっているかについては、謝罪動画の方をご確認くださいませ。見るのがめんどくさいという方にわかりやすく説明すると、ハガネイルが弱すぎてしんどかったので、またやり直すことにしました。さて、今回のサイアサちゃんはどうなるでしょうかね。前回のサイアサちゃんは、捕まえるのにも時間がかかったり、最初から難所続きでしたからね。今回はもう少し、すんなり進むといいなぁ。さあ帰ってこい、サイアサちゃんよ。今度こそお前のプレゼントで、ゴーストタイプ以外は、優しさで包んでやろうではないか。前世では私が、お前の優しさを理解することができなかった。だが今回こそは、きっとお前のその優しさ、包容力、芸人っぷりを、受け入れてみせるよ。さあ来い、また一緒に優しさで満たす旅に出ようではないか、サイアサちゃんよ。ふう、今回はすんなりと、ゲットできましたね。一匹目を捕まえることができました。これは非常に幸先がいいですね。ということでまずはハヤト戦、サクサクっと行ってみましょう。今回のパート構成は、ハヤト戦、つくしのストライク戦、ライバルのマグマラシ戦、アカネ戦となっています。それがこの10分30秒の中に、収まっています。さあまずは、ハヤト戦ですね。ここに関しては正直、負ける要素が全くないですね。鳥ポケモン使いを名乗っているくせに、最強でサイアサな、デリバードを使っていませんからね。そんな相手には、負けるわけがないです。サイアサちゃん1号の時に、ジムリーダーとの戦いの適正レベルを把握することができたので、前世に比べれば、精神的にはかなり楽ですね。これくらいのレベルがあればいい勝負ができる、というのがわかっていますからね。前世では鬼スズメを低レベルで攻略をしようとして傷薬が足りなくなり、その結果、ログインボーナスの木の実を貯めることになっちゃいましたからね。今回はその反省を生かして、少しレベルが高めになっています。やっぱりレベルの力ってすげえわ。優しい。いつも変わらぬこの優しさ。見習うところがありますね。視聴者の皆さんも、このデリバードの優しさを、見習ってはいかがでしょうか。ハヤト戦については、本当に語ることもないので、今後の見通しについて、話しておきましょうかね。今回は、不必要な技は、覚えさせないようにします。変な技を覚えていると、魔が差して、その技を使っちゃう可能性がありますからね。忘れ親父がどのタイミングでいけるのか忘れてしまいましたが、可能であれば未完戦の前には、泥かけを忘れさせたいですね。もし忘れ親父に行けなかった場合は、未完戦の前に、毎回泥かけの PP を減らす、地獄の作業がありますからね。ひたすらジムリーダーに挑み続けるよりも、PP を削って挑むという下準備をしている時間の方が、精神的に削られますからね。お、あと一発で、倒せそうですね。ハヤトよ。次回から君は、デリバードを使いに優しい。あと一発で倒せる相手に、優しさという名のメイドの土産を渡すとは、さすがサイアサちゃんですね。なんだかんだで傷薬、大量に消費してますね。本当に鬼スズメ戦の前に少しレベルを上げておいて、正解でしたわ。ふう、余裕でしたね。まずはハヤト、突破ですね。お次は、
尽くしのストライク戦となっています。ここ判断ミス。もう一度回復をしておけばすんなり勝ててました。さて今晩行ってみましょうかね。前世では16レベルで突破しているのでとっくに適正レベルは超えていますからね。楽に勝てるのではないでしょうか。はい、お湯。ストライクの攻略法。それは、相手の連続斬りの火力が出る前に速攻でやっつける。これですね。簡単な話ですね。さてお次は、ライバルのマグマラシ戦ですね。ここについては、勝つのは非常に簡単です。相手が煙幕をしてくるのを祈る。これですね。祈る項目が一つしかないので、非常に楽です。やっぱりお祈りパワーってすげえわ。2連続で煙幕をしてくれるとは。結局祈ってれば、どんな相手にだって勝てちゃいますからね。やっぱり、縛りプレイをする上で一番必要なのは、祈る力ですね。祈ってれば、いつかは勝てますからね。さて、問題の、アカネ戦ですね。前世では祈る項目が多すぎて、悲惨なことになりましたからね。今回は、どうなるでしょうね。やっぱりこうなります。結局ここについては、祈る項目が多すぎるので、レベルが上がるのを待つしかないですね。威力120のプレゼントを急所に当て続け、相手の転がるをかわし続けるなんて、そんなことが起こるわけがないですからね。結局また、30レベルを超えてますね。やっぱり20代で勝つのは、不可能のようです。さて、前世と今世で茜と戦い、いずれもとんでもなく苦戦をしていますが、今回はだいぶ、精神的に楽ですね。茜を突破するのに、どの程度のレベルが必要なのか、わかっていますからね。あと今回は、心を無にして戦うことができています。前回は向きになって戦っていて、精神的に余裕がありませんでしたが、今回は無の心で挑めています。心を無にすることによって、お祈りパワーを極限まで高めて、挑むことができます。これは非常に大きいと思いますね。優しい。女性に対するこの優しさ、やはり見習うべきものがありますね。かまいたちって、本当にろくな技じゃないですよね。今まで使っている人を見たことがないです。ピッピに関しては、特に言うこともないですね。これで31レベルになり、前回と同じレベルまで来ましたね。前世の記憶的に、そろそろ勝ち目がある戦いになってくるのではないでしょうか。じゃあ、おらー。これがデリバードの実力じゃー。なんだか興奮して、亀田大樹縛りの時のようなセリフを言ってしまいましたが、どうにか突破できましたね。さて、今回の戦いで、分かったことがあります。
アカネオデリバードのプレゼントだけで突破する適正レベルは31レベルのようです。皆さんも同じ縛りをされる場合は参考にしてくださいませ。それではご視聴ありがとうございました。